あのニュースで自民党の若手の議員さん青年局って言葉があるすごい <laughs> 青年って言葉があるのがすごいですけどの方々からが二階、あのー、幹事長に対して73歳の定年制っていうのが比例区で出る方にあるみたいでこれを厳守してくださいって申し入れをしたっていうことで,でそれ自体はね自民党のそのなんていうか内部のきっことなんでしょうしそれから選挙区だったら、まあ、出られるでしょうし、まあ、ただ議員さんにとっては選挙区から出るっていうのはあのなんていうか。 ハードが高いいっていうかね選挙に強くなくちゃいけないんで、まあ、金鉢っていうらしいですけどだからちょっと弱いっていうかあの自信がない議員さんに比例区が出るんでしょうけどその自信がない <laughs> まあそういうこと言っちゃいけないんだけど比例区も立派なせ議員さんなので,、ね、でその比例区が出る方に対して定年大阪だからもう衆議院選挙が今年の秋までにはあるんで必ず、えー、それが生な生々しい話なんだと思うんですよ二階さんがだから幹事長だからそういうのを決める立場にあるんで,でそれ自体はねあのまあ 自民党のの内部のことでその73歳っていう定年制を比例区に設けていること自体の是非っていうのはもうこれから申し上げること関係するんですけどそれはまあ自民党の内部のルールの話なんでいいんですけどそこにぶら下がってたそのツイッターの何て言うんでしょうかうんコメント <laughs> がちょっとあまりにもうんとひどいなと思って僕はちょっとなんかお話したいと思ったんですよで要するに「老害」ってことをよく言うんですよね最近なんか気楽に。 でねこれね僕思うんだけどあの日本は保守化してるとか日本の古い美風を大事にしようという割にはなんかすごい下品な人が増えたなっていうで「老害」ってものすごく下品な言葉だと僕には思えて昔はむしろ敬老とか言ってたんですよねあの日本の美意識としては。老害っててものすすごく下品ですよねあの言葉としてそういうことをたやすく言ったり書いたりする人たちって何なんだろうとか思うんだけど。でその 人間って結局、えー、と年取ると当然その加齢に伴うさまざまなことあって MCI とか認知症とかあるんですけど個人差が非常に激しくてですねあの要するに生活習慣とかもろもろのことであの年を取ってもフレキシブルな、まあ、能力を持っている人っているわけですよ。でね、えー、と老害っていうことを言う人の中に頭の中でどうもステレオタイプとしてあるらしいのが。あの 年を取ると頑固になるとか、のフレキシビリティがなくなるとか、過去の成功体験に。固執するとか、あと、地位にしがみつくとか、そん、どうもそういうことを言っているようなんですよね。あの、どうもで、その。定義があんまりよくされてない言葉なんで。何老害ってことで、何を言いたいのか、僕、冒頭に言ったようすごく下品な言葉だと思うんで。僕は使わないし、使う人のことはあんまり評価しないっていうか。まあ、どっちかというと、スルーするというか。何言ってるか分かんないなと思うのが、まあ、僕の正直な気持ちなんですけど。 そのえーとね、これまあ脳の,た脳の研究するしてる立場から言って、えー、とじゃあ仮にですよ若い人の方が生物的に年,あの年齢が若い人の方がフレキシブルに柔軟に思考できて年取るとフレキシブルで柔軟ではないのかってこれまずだから統計的にに本当にいいなななのかと検証しなくちゃいけないんですよね単なる印象論で例えばそうだな、えー、と白髪のおじいちゃんが出てきて。 見た目でで老害って言ってて言ることが多いんですよね単なるルッキズムであることが多くてそこら辺がなんか日本の,その言論空間の迂闊さというかほとんどなんどみたいなもんですよねだからそのルッキズム要するにまあなんかこの人おじいちゃんだなとかこの人おばあちゃんだなっていう印象があるとそのルッキズムでその人の言ってることもそういうフィルター通して捉えちゃうだから二階さんは僕おいくつか分かりませんけど二階さんのおっしゃることとかあと森喜朗さん えと東京オリンピックの組織委員長かなのおっしゃることをそ,のそういうフィルターを通して見た目が例えばじゃあ二階さんおじいちゃんだなとか森さんもちょっとお年だなって思った時にその,、えー、とその見かけのままの印象で言うことをなんかいろいろ認知するっていうようなそっちの方がやっぱりだからむしろ固定観念にとらわれている感じが僕はするんですよね。あの実際にはその脳って、まあ、もちろんあの 若い時にはいろいろ学,こと学習する能力あるんだけど逆にその年取った方がそのソフト連合やとかにいろいろなそのツールというか道具とか記憶というかがそれがあの収納されてるんであのよりフレキシブルに対応できるってこともあるわけですよ。えー、っとつまり一つの事象に対して向き合う時に、えー、いろんな引き出し持ってこれるんで若い時は一つのやり方とかそのえー、っと なん,かなんか自分の思いとかにこだわってあのやっちゃうんだけど年取った方がより柔軟、まあ、そういうの人はんか老化いとか言ったりするんですかねそういうことができることがあるんで必ずしもすするるととフレキシビティがなななくなるってことはなないんですよねだからその純粋に科学的なエビデンスとして年取るとそのなんだろう頑固になるだとか柔軟性がなくなるってことは印象論であって。 統計的ななエビデンスがあるわけじゃないししかも個人差が大きいと。むしろあの日本の現状とか見てると僕はだからそもそもジェネレーションとか世代論で語るのは好きではないんですけどでもまあいろんなデータとか見てると若年層の方があの事実としては保守化していると言われてるわけですこれいろんな国と比べると日本の非常に顕著な特徴であの昔はだからよくあの若年と若い時の方は なんかリベラルっていうかねあの革新的になって年相と保守的になるっていうふうに言うけど今の日本では逆転してるわけですよねどっちかっていうと若い人の方がまあいろんな事情があるんでしょうけどその受験だとかあの就職ってことについてあの社会のルールに合わせてその中でうまくやろうっていうあの箱の中で考える傾向が強まっていてそれが言いい悪いじゃなくて、まあ、そういう事実があるってことですね。でむしろシニア層の方がなんか自由に働いあの頭働かせたりするってそうすると。 保守的か革新的かっていう視野で見ると、普通はエイジングに伴って保守的になるっていうふうに言われてるけど。あの日本の場合そうではないんですよね。だから必ずしもそのエイジ年齢によるステレオタイプは成り立たなくなってるわけですよ。現代って。でそのなんだ地位にしがみつくだとか。あの成功体験にまあなんていうか。囚われてるっていう。そう、だからそういうご高齢の方、時にはいるかもしれないですよね。でもそれも印象論であってね。あくまでも。 定定義はなないんですよ定量的なだからある方が、えー、と地位にとどなんか、まあ、しがみついていたり成功体験に取られているようなご高齢の方がもしいたとしますよねでもその方も別の文脈ではものすごく優柔なんだったりするかもしれないであくまでもやっぱり印象論で人を語るのはよくないなと思うんですよねで僕は思うのはやっぱり特に、えー、と今65歳ですかね企業とか定年とかはでそういう組織でずっと働いてた方がえっ、ー、とまあ それを得られてですね。えー、そ組織と関係なく、自由にいろいろ活動されるようになると。まあ、僕らが、も具体的に何人か、そういう事例知ってますけど、むしろ。若年層より、自由で。チャレンジ精神があって、フレキシブルにいろいろやってらっしゃる方はいらっしゃるんですよね。逆に、むしろ若年層の方が、今の日本の独特の、その。履歴書の穴が開いてはいけないとか。浪人より現役の方がいいとか、なんかそういうわけわかんない価値観の中で。申し送りされていくんで、組織から組織へ。 高校か大学か大学か企業へとかって申し送りされていくんで若年層の方の方が潜在的にはもちろんフレキシブルに考えられる可能性はあるんだけどむしろそのボックスの中に入っちゃって考えちゃってる人もいるでもね一方でもちろん起業してスタートアップで頑張ってる人もいるしフリーランスで頑張ってる人もいるから若者がこうだっていうふうには一概には言えないんだけどだけど同じことがあの高齢の方にも言えるわけですよ。 あの何歳だからこうだってことは一概に今言えない状況になってきてるとでその冒頭の自民党の,その先生方の話に戻るんですけどねあのまあだから青年局が73歳定年を遵守したよっていうのはもう明らかに利害関係ありまくりじゃないですかだって自分たちはまだ若いわけだから、まあ、年齢って順0ですよねかつて若かった人が年取っていくわけなんだけど今、まあ、自分たちまだ若いから、まあ、その比例における公認とかいろんなことで。 まあその73歳以上の方の方があのいなくなった方が自分たちは優位ですよね、まあ、だからそういうなんかそのあ,きらあからさまに利害関係が見え見えのことを批評なく報じるニュースもどうなのかと思うしそれからもう一つあの、えー、と年功序列だとで年を取んないと,、えーときまあ、例えば大臣とかになれないというようなことがもしあうとしたらそれはオペレーションの問題でしょうじゃないですか。 年齢によって一律になんか国交から先はダメですって言うんじゃなくてじゃあ別にあの自民党のオペレーションを変えて若い人でも大臣だったり総理うう大臣になれたりすればいいじゃないですかでもその時にじゃあシニアな議員さんはあの役割がないわけじゃなくてたと、えー、え大臣とかそういう地位につかないとしても対処交渉からあのなんていうんですかね長老的というかまあいろいろな意味でアドバイスしたりうん。 政策判断をするっていう役割をすることもできるわけであくまでもその組織のオペレーションの問題だから一律にその年齢でえそういうルールを作ったらしいですけどだからその,そのルール自体の是非もあると思うんですけど73歳以降はこうだっていうようなそもそも73っていうのにも何の根拠もない僕はないと思うんだけどこのエイチーズムって面白くてですねまあ日本人はエイチイズムに対してものすごく鈍感というかそもそもだから日本の新聞って。 なんんでで記事書書くくときにカッコって年齢書くんですかねあれ僕本当に全く無意味なあの習慣だと思うんでこれもし見てる新聞の人見たら「やめてくださいあれ本当に全く無意味だと思うんでその情報いりますか?」とか思うんだけどでも例えばよく40代とか50代とか50代って言うけどそれ単に便宜上言うんんだったら分かるんですよでも私ももう40だからとか50だからいやそれ単に受信法ですから何の意味もないから。だからなんかそういう中かねすごくトリビアルにナイーブなステレオタイプとか思い込みで。 意外と気楽にあのお互いにいろんなこと言い合ってるっていうのが日本の言論空間の特徴だと僕は思ってましてだからその老害ってことも本当にそれを気楽に言ってる人の方が固定観念というかあの箱から出て考えられないっていう意味で言うとは既に老害になってるんじゃないかと思うんだけど年齢に関係なく人を簡単に老害認定する人の方が老害だと <laughs> 僕は思います。あの年齢に あの本当個人差が大きいんであんまり年齢とかそういうこと気にしないでみんな自分の好きなことを興味を持ってあのチャレンジしていくのがいいのかなと思うんでその年齢によっていろんなことを決めたりするっていうのはこれは若者に対して若造って決めつけるのもあれだしねおじいちゃんおばあちゃんに対して老害っていう決めつけるのもあれだしお互いそういうことはやめた方がいいだろうとあとやっぱり最初に言ったように日本の美し美風というのは。 もちろん精神だったんじゃないか,だからその老害とか言ってそのご高齢のことをバカにしたりするっていうのはどっから来てるのかとなんかそういう下品な風潮が蔓延するのは良くないんじゃないかなって私はあの思いますけどねまあ農家の子たちばかり言えば年齢に関係なく農を学ぶ力があるし柔軟さというのも決して家電に伴って悲しむものでもないし。 あのそこら辺の事実を抑えた上で、えー、年齢じゃなくて個人を見る、えー、そういう習慣をつけるのがいいのかなと、まあ、私は思います。